ビデオダイアリー April the 3rd, 2024 by Hiroshi Hayashi, MMS City, Japan ビデオ日誌2024年4月3日林博士です。こんにちは。何度も何度も繰り返してきましたが、神は実在します。現実的に存在するということなんですよね。その証拠の一つが、これから皆さんに説明するテオドール・ジャンジェリコーが書いたと言われているメディウス号のイカダと題された絵画ということになります。その絵画そのものがですね、つまりは神が描いた絵画だということです。神とは誰か、カイン・キリストということになりますが、カイン・キリストがですね、描いた絵だということになります。そしてその絵がですね、神が存在するという物理的証拠ということになります。などと言いますとですね、皆さんはまさかというふうに、あるいはまたかというふうに思われる方も多いと思いますけども、はい、間違いなく存在します。その証拠がですね、物理的証拠、つまり物的証拠がですね、テオドル・ジャンジェリコが書いたと言われているメディウス号のイカダということになります。まあ、それをですね、まあ順に説明していきますけれども、今日はですね、今のところそのメディウス号のイカダ、それが実はですね本題ではなかったんですけどもね、どうしてもその本題の方を説明するために必要だということで4、5本またまた取り上げていました。でその中からですね、メディウス号のイカダについての動画をですね、これから、まあ、皆さんに4本紹介します。左上を A とします。で右上を B とします。そして左下を C とします。そして右下を D とします。まあ、そうすることによって分かりやすいと言いますかね、絵を見ながらですね、簡単に説明していきます。分かりやすいところから言いますね。B を見てくださいね。はい。まあ、この中央に描かれている人物、まあ、頭に花かむりかぶってますけども、白いバラの花かむりかぶってますね。この人物と、いいですか、皆さんがよく知っておられるレオナルド・ダ・ヴィンチの顔と同じということです。老若の差はありますけども、つまりこの顔はですね、カイン・キリストの顔だということです。はい。頬杖ついてますけどもね。はい。その下に白い、まあ、肌の人物が描かれてますけども、この人物はですね、一般には、今ご覧いただいている、B で見てご覧いただいている人物の弟と言われています。しかし弟ではありません。女性です。裏を返して言うとですね、テオドル・ジャンジェリコ自身もですね、この絵が何の絵であるか知らなかったということになります。まあ説明って言いますかね、このジャンジェリコのですね、テオドル・ジャンジェリコのですね、メディウス号のイカダをご覧いただくとわかりますように、どんな絵にもですね、どんな評論、説明書にもですね、この人物の下に、まあ、いる人物は弟ということになっています。しかし、弟ではありません。女性です。女性です。女性が弟になるわけないんですよね。つまり、ジャンジェリコはですね、この絵を描くにあたってですね、取材に取材を重ねて描いたというふうに、まあ、どんな説明書にも書いてあります。ということは、間違えるはずがないわけです。しかし、今 B の方でね、紹介してます、頭に花かむりをかぶった人物の弟だということになっているわけですね。今 D の方が、まあ、分かりやすいかな。D、あるいは C、D で今分かりやすいんですけども、その今の人物がですね、花かむりをかぶった人物が中央やや左下に描かれています。一番大きく描かれています。でその人物の体というのは胸に抱かれている人物がいますね。でそれを、まあ、弟だというふうに一般には説明されている。これがこの絵はですね、ジャンジェリコが描いた絵ではないという第一の証拠になるわけです。なぜならばここに描かれているのは男性だから、あ、ごめんなさい、女性だからです。男性ではないということですね。はい。じゃあ皆さんはこうおっしゃると思いますね。だって男の P があるじゃないかということなんですね。大変紛らわしい、まあ、絵でね、P があるように見えます。まあ、そういう方はですね、この絵を拡大して大きくしてですね、ご覧になってください。それは私の方で今日説明しましたので、またご覧いただければいいと思いますけども、その、まあ、いわゆるこの絵のですね、今一番左の下になってきていますけども、この絵のね、描かれている人物はいわゆる女性だということです。一見すると P があるように見えますけども、男性だということです。また間違えました。女性も紛らわしくてね、とにかく女性だということです。で、まあ、
それはまあこの絵の内容説明しますけど、じゃあジャン・ジェリコはこれがどうして弟だっていうふうに思ったかというと、まあその取材に取材を重ねて、まあ、兄弟でこういうふうにナンパした人がいたみたいですね。ですから弟としたわけですけども、残念ながらこの人物は女性です。つまりこの森に抱かれている人物はですね、シャマーシュエス、この頭に花冠かぶっている人物がシャマーシュエスということを証明しましたけども、そのシャマーシュエスの妻のベタネのマリアということになるわけですね。はい。まあその辺から入っていくわけと分かりやすいかなと思うんですけどもね。そしてこのテオドージャンジェリコの描いた絵の中にはですね、イエスと19人の弟子が描かれています。ここが重要なんですね。C を見てください。イエスと19人の弟子です。この構図はですね、カシの戦いの絵の中に書かれている 1+19、 すなわちイエスと19人の弟子と同じです。 C を見てくださいね。ジャン・ジェリコの方にも頭に花冠をかぶった人物が描かれています。それからミケランジェロの、カシの戦いの絵の中にもやはり頭に花冠をかぶった人物が描かれています。この人物は、つまりは、この絵を描いたカインがですね、つまりはイエスとして表現した絵ということになります。はい、しかしこの顔はですね、つまりダヴィンチ自身の顔ということになるわけですね。ダヴィンチ、私たちがよく知っているのはダヴィンチのひげもじゃもじゃの顔ですね。あれはカインの顔だということです。でカインはですね、自分の自画像をそのように描きながらですね、この絵は私が描きましたということを、まあ、署名代わりに描いているわけですけども、まあ、ともかくここに花冠をかぶっている人物はですね、共にダヴィンチの顔と一致するわけです。今 D を見てください。これをもってですね、つまりこれは男性器だというわけです。これは男性器ではありません。つまりその、はい、花びらのようなものだと思います。右がですね、ミケランジェロ・ブロナティンが彫刻したと言われているダビデ像ですけども、まあ比較してみれば簡単にわかることなんですけどもね、まあ違いますね。はい。ということはですね、この D を見ていただきたいんですけども、ここに描かれている人物は弟ではない、つまり女性だということになります。はい、じゃあ誰かと言いますと、足にですね、タオルを巻いてますね。この、ジャンジェリコのメデュース号のイカダの中に描かれている、この人物は頭に、足にですね、タオルを巻いて、まあ、絵をあちこち見ながらですね、話してるもんですから、弁解じゃありませんけど、弁解ですよね。話が頭の中で混乱するんですけども、なぜタオルを巻いているかというとですね、つまり、足に呪いをかけられた、ベタネのマリアということになります。ベタネのマリアはですね、ストリックス、イナンナマリアに呪いをかけられます。そして足が魔物の足に変えられるわけですね。その様子を描いたのが、いわゆる、まあ、ダヴィンチと、それからベロッキの描いた受胎告知ということになるわけですね。あるいは魔女ストリックスがですね、ベタネのマリアに呪いをかけているシーンを描いたものだということになります。同じようにラファエルもですね、まあ、こうなんとかの方越、まあ、名前なんかどうでもいいんですけどもね、の中でもやはり足に、呪いをかけられたベタネのマリアを描いています。まあ、ちょっとあちこち飛んで、ね、具体的に話しにくいんですけども、具体的に言うとどこと話したらいいかなと思いましてね、ちょっと迷ってるんです。このいわゆるテオドロ・ジャンジェリコのですね、右ですよね、右下にはですね、27という数字が書き込まれています。その書体はですね、レオナルド・ダ・ヴィンチで書いたモナリザの書体、そして受胎告知の中に書かれている書体、同じ書体でですね、27が同じように書かれています。つまり27というのはカイン・キリストということになるわけですね。つまりこれらの絵はですね、すべてカイン・キリストが描いた絵ということになります。で、右上で今ご覧いただいてますようにですね、テオドール B ですね。で、見ていただくとわかりますように、テオドール・ジャンジェリコの中に書かれている人物の顔と、私たちがよく知っているヒゲモジャモジャのダ・ヴィンチの顔同じだということです。まあ、これがですね、カインの自画像ということになるわけですね。はい。ということで、この話をあちこちから繋げていくとですね、つまりこの絵はですね、ジャンジェリコが描いていないということになります。じゃあ、繰り返しなんですけど、どこにこの絵はジャン・ジェリコが描いてはいないという証拠があるかというとですね、先ほども言いましたように、この絵の中にはですね、この、まあ、そのイエスと、まあ、大体イエスと19人の弟子という言い方がですね、皆さん、まあ、あまり馴染めないと思いますけど、両方ともですね、カシの戦いもですね、まあ、C の方を見ていただくと分かるんですけど、カシの戦いの方もですね、テオドロ・ジャンジェリコの、その、このメデューサ号のイカダの、もですね、イエスと19人の弟子が書かれています。数えてください。そしてですね、少なくとも2人の女性が書かれています。同じように書かれているんですよ。1人は乳房を出しています。もう1人は女性器を出しています。
ます。こうして、あとまあ、もう一人ね、女性らっぽい人かかなってわからない人もいますけども、まあ、テオドロ・ジャンジェリコの方はですね、まあ、ヒゲのあるなしでですね、まあ、女性か男性か見分けるとわかりやすいと思います。というのはですね、イカダに乗ってね、何十日だったかな、もうイカダに乗っているわけですから、当然男性であるならばですね、ヒゲが生えてくるわけですよね。しかし、ヒゲのない綺麗な顔をした女性もいる、それはその人が女性だということになるわけですけどもね。でから、ミケランジェロの書いた歌詞の戦いの中にもですね、明らかに二人の女性プラスということになってくるわけですが、描かれています。一人には女性気がしっかりと書いてあります。で、もう一人には乳房がしっかりと書いてあります。まあ、それは右下にその絵を皆さんにね、D の中に今ご覧いただいてますけども、要するに1プラス19人だということです。全く同じ構図だということですね。構成でできているということです。これどういうふうに解釈したらいいかですけども、つまりですね、イエスとですね、19人の弟子はですね、まあ、エルサレム周辺にいたんですけども、イナナ・マリア、そしてバプティストのヨハネの迫害を逃れててですね、イカダで地中海を渡ってですね、そして現在の南フランス、東岸ですね、岩場がゴロゴロしているところへ到着するわけです。そのいわゆるまあイカダに乗って、まあ、いわゆるもなってますか、漂流って言いますか、航海している岩様を描いたのが D のですね、メデュース号のイカダということになります。イカダに乗って、まあ、その地中海を渡ったということですね。そしてたどり着いたところがゴロ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 と岩場だったんですね。それが A です。A のところで1人プラスイエスと19人の弟子たちはですね、南フランス南東部ですね、の岩場の、あの辺り岩場だらけですから、岩場のどこかに、まあ、漂着してですね、そして近くのピレネー山脈のふもとのレンヌレと向かったわけです。まあ、それがそういう話をですね、まあ、そのいわゆるまあ、いわゆる発見してきたのはこの私ですからね、ジャンジェリコがその話を知る由もないわけですよね。まあ、そんなところからもですね、ジャンジェリコのメデューサ号のイカダはですね、つまりはジャンジェリコが書いていない、テオドロ・ジャンジェリコが書いていないという話へとつながっていきます。はい、そして左 A の方ではですね、その後ですよね、シャマーシエスと、ペタナルマリはレンヌルシャ島で結婚します。その女性が描いたのが最後の晩餐と題された絵ということになります。その後、まあ、一度ね、ユダはですね、戻ったと思いますね。そして、イナナ・マリアと、バプティストのヨハネにですね、シャマーシエスとの居場所をですね、教えたわけですよね。で、それで、まあ、イナナ・マリアと、バプティストのヨハネがですね、追い打ちをかけたということになります。そして、シャマーシエスはですね、レンヌルシャと当たって殺されて、その遺体はですね、首が切り離されてですね、そして、ビガラシさんに葬られたということになります。そうした様子を描いたのが、ニコラ・プーさんのですね、つまりはアルカディアの牧人ということになっていくわけです。アルカディアの牧人たちもですね、いわゆるニコラ・プーさんが書いてはいない、神が書いた、すなわち、簡易キリストが書いた絵ということになっていきます。まあ、それはまた別のところで証明します。まあ、A のところで今ね、埋葬の、ミケランジェロ・ブロナッティの書いた埋葬を皆さんにご覧いただいてますけど、中央にうなだれて、半死の状態でいるのはですね、皮膚の色を見れば分かりますね。半死の状態でいるのが、これがシャマーシエスです。向かって左に赤い衣服を着ているのは、これがバプティストのヨハネです。悲痛な礼拝堂の、ね、天井画にバプティストのヨハネが描かれてますけども、屈強な体、飛び出た乳首などはですね、そして足の形がですね、指紋のように一致しますから、左の赤い衣服を着た人物は、バプティストのヨハネとなります。そしてその右ですね、一本足の人物が描かれてますけど、これがミナナ・マリアということになります。目には瞬膜があり、足は一本しかありません。二本あるように見えますけどもね、一本しかないんですよ。そしてイナナ・マリア・ストリックスによってですね、いわゆる呪いをかけられて、そのペタナナ・マリアは自分の足をですね、魔物なしに変えられます。はい。こうしてですね、イナナ・マリア、この左絵の方を見てくださいね。これペーター像ですけども、抱いているのはペタネのマリアです。そして抱かれているのはシャマーシエスということになります。で、このペーター像に描かれている、まあ、ペタネのマリアはですね、足に呪いがかけられています。ですから、このペーター像の中には表現されていません。しかし、小さな足が描かれています。それは足に見せかけた、つまりは置物の台のような足ですね。はい。ですから、まあ、このペーター像というのはですね、まあ、ミケランジェロが彫刻したことになっていますけれども、そうした今私が話した事実を知った人がこの彫刻したということになります。つまりそうしたことを知っていたのはただ一人ですね、会員キリスト、私以外には私いませんので、私と会員しか知りませんので、そうした彫刻をしたのは会員キリストということになります。
左上がですね、ニコラ・プスさんの書いた絵ですね。これがポル・アルカディアの牧人ですけども、まあ、やや妙もになってますね。妊娠中期の女性と判断しました。まあ、女性、妊娠の中の女性はですね、このようなポーズで必ずお腹をね、かばいますからね。で、妊娠しているベタニアのマリアということになります。髪の毛が長いですから、くるくると頭で曲げて、まあ、丸めてますからね。見にくいんですけども、髪の毛を丸め、長い髪の毛を持っているベタニアのマリアということになります。ベタニアのマリアはですね、こういうツボを持ち、長い髪が特徴でした。で、右の方はですね、 B の方はですね、みんなこれ、まあ、シャマーシエスと、それから一応イエスということになってますけどもね、中央の B の真ん中の男はですね、これは替え玉のイエスです。この替え玉のイエスの顔と、いわゆるダビジの書いたアンギアの戦いの中に描かれているイエスの顔と一致します。中央はですね、これはニコラカンピのですね、アントニオ・カンピの描いた絵です。まあ、これは何度も、ね、説明しました。これはアンギアの戦いですね。この足に馬に敷かれて頭から血を流し、精魂がある人物は、これは天に精魂がありますからイエスということになるわけですけども、この人物は天に精魂があってもイエスではありません。なぜならば刀を持っています。ステクって言いましてね、曲がった、ぐにゃっと曲がった刀を持っています。この今赤枠 B を見てくださいね。赤枠をつけた部分の男性と、アントニオ・カンペがイエス・キリストの劇場の秘密、あるミステリーと書いて言われている絵の中に描かれている人物の顔と一致します。で、似てはいるんですけども、B のね、B の右に描いてあるのは、これはジャンジェリコのシャマーシエスです。で、中央はアントニオ・カンペの描いた替え玉のイエスですね。そしてその左はですね、アンギアの戦いの中に描かれている、まあ、頭から血を流し、手には精魂があるけれども、刀を持った替え玉のイエスということになります。まあ、この二人は替え玉のイエスです。そしてその右に、まあ、いわゆる本物のイエスということが出てくるわけですけども、この人物の顔はですね、カイン自身の顔ということになります。なあち、私たちがよく知っている、ヒゲもじゃもじゃのダ・ヴィンチの顔だということになっていくわけですね。というようなところからですね、攻めていきながらですね、ジャンジェリコの、その、いわゆるテオドラ、メデューズ語のですね、イカラは、ジャンジェリコが書いていないという話を、固めていくわけです。と、まあ、基本的に言えばですね、ジャンジェリコもこのような絵が何であるか知らなかったということですね。ですから、まあ、説明しようと言いますかね、美術史の評論家たちの説明によればですね、ジャンジェリコはですね、この絵を描くにあたって、取材に取材を重ねて描いたんだって言ってますけど、事実は逆だと思いますね。先にこの絵を与えられてですね、何の絵であるかわからないものですから、あちこち調べ抜いて、まあ、その発表したということになるわけですね。はい、まあ、繰り返しになりますけども、まあ、とっつきやすいと言いますかね、面白いというか話題として面白いのですね、このジャンジェリコの今ちょうど左下になってますね。左下に今裸の人物が描かれてますね。これはその人物を抱いているお兄さん、兄の弟であるというふうに、まあ、一般、どの方にもそう説明してありますから、皆さん今のうちにご覧になってください。そしてこの人物は弟だ、男だって言ってますけども、男性ではありません。男性器がついていません。女性器です。で、何かそれらしいものがありますけども、どうやらそのバラの、いわゆるその、人物のかぶってる、バラの花の冠かぶってますからね、白バラの、いわゆる、まあ、バラジュリーですよね、ロシクルーシャンの冠をですね、かぶってます。その花びらが落ちて、そしてこの人物のですね、その部分に落ちているですよね。はい、花びらです。ですから、P ではないということですね。はい。今、B の方ではですね、ちょうど今その出てくるのかな、いわゆる、まあ、女性器を、まあ、ありますよということを説明しているところですね。まあ、ともかくもこうしてですね、今左上に A のところに出てきますけども、このテオドル・ジャンジェリコはですね、まあ、対策ですよね、はですね、まあ、つまりジャンジェリコは書いていないということになります。じゃあ誰かと言いますと、神ということになります。これはもう今日は昨日の、ね、発表の2024年のですね、4月2日の動画の方で発表しましたけども、この絵の中にはですね、右下ですね、27という数字がですね、書き込んであります。27はカインの署名ということになります。つまりこの絵はですね、カインが書いたということになります。はい、
まあ、繰り返しになりますけれども地中海をですね、イエスと19人の弟子がですね、イカダに乗って渡っている様子を描いたのがこのメディオスのイカダということになります。そして右、今あと BCD と両方出てきましたけれども、カシナの戦いの絵はですね、つまりそれ1プラス19人の人たちがですね、南東フランスの南東部ですね、海岸に着いた様子を表したものだということになります。こうしてですね、イエスシャマシエスはですね、迫害を逃れて、まあ、そのエルサレムを、川を出てですね、そして地中海を渡って、フランスへ渡ったという、まあ、話へとつながっていきます。はい。こうしてですね、イエスの物語というものがですね、まあ、私の今までの、まあ、いわゆる研究といいますかね、検証といいますかね、でによって、まあ、証明される。その中を埋めれますかね、ちょうどその、じゃあ、どうしてね、エルサレムに周辺にいたイエスがフランスで殺されたんだって話を埋める話がですね、話してますか、証拠がですね、この2枚の絵だということになります。はい。で、以上の話をですね、まあ、イエス亡き後ですね、説としてはですね、ベタノのマリアがですね、フランスに渡って布教活動したということは、説としては残ってるんですけどもね、しかし、実際に渡ったって、という話をですね、証明したのは私、林宏ということはですね、私以外に誰も知らなかったということですね。地中海を船で渡ったというような話をですね、誰も知らなかったということですね。しかしもう一人いたんですよね。それがカイン・キリストということになります。ですから、まあ、カイン・キリストはですね、このような形で私たちに証拠を残したということになります。つまりこれがですね、イエス・キリストの物語ですよということになります。C の方ではですね、まあ、イエスとですね、シャマーシュイエスとですね、ベタナのマリアのラブラブのストーリーの始まりを皆さんに紹介しています。まあ、ベタナのマリアはですね、イエスの体にですね、油を塗り、そして足をですね、塗りた足をですね、自分の長い髪の毛で拭いたという話ですよね。ヨハネの福音書にその話が出てますよね。それで C の赤い、C の方の上にステンドグラスがありますね。これはリムの、教会のステンドグラスです。で、中央に今2人の人がいましたけども、イエスと、今まで読むだろうく、イエスと、ベタナのマリアということになります。その2人はですね、手をつないでますね。それからこの C はですね、これ最後の晩餐というふうに一般に言われてますけども、これはシャマーイエスとですね、ベタナのマリアの婚礼式ということになります。おそらくイエスはこう言ったと思いますね。皆さん、私はこの女性と結婚しますって言ったんでしょうね。それで周りの人はびっくりしているという様ですね。その証拠にですね、背景にですね、いわゆるレンヌル斜塔の、現代はマグダラ・マリア教会と言われてますけども、そのマグダラ・マリア教会の様子から見たですね、レンヌルの様子と一致します。あなたは昔も今もですね、ブドウ畑の、ブドウのですね、発泡酒の、いわゆる、中心地だそうです。その辺りに住んでいらっしゃる中村さんという方からその情報をいただきました。まあ、こうしてですね、話がつながって、総合的に、ね、組み立てていくとですね、つまりは、ジャンジェリコが描いたという、テルドロ・ジャンジェリコが描いたと言われているメディウス号の言い方になる絵はですね、ジェリコが描いていないという話へとつながっていきます。イコール、じゃあ誰が書いたかということになりますとね、今私が皆さんに話した話はですね、はですね、すべて私、林宏が2012年以後に発見した、あるいは証明したことということを重ね合わせていただければですね、つまりこの絵はですね、ジャン・ジェリコが書いていないということになります。まあ、D の方でですね、南フランスあたりの海岸線の様子をですね、写真ありましたので、こうして皆さんにご覧いただいてますけども、あの辺りはですね、岩場だらけなんですよね。ですから、A の絵のね、いわゆるカシの戦いの絵の背景に、まあ、岩場が書かれてますね、と内容が一致するということです。はい。で、繰り返して、まあ、あとはですね、皆さん、興味のある方は、それぞれの動画を見ていただければ結構なんですけども、まあ、結論的にあちこち話を飛びましたからね、分かりにくい話になったかもしれませんけれども、まあ、要するにですね、カイン・キリストはですね、この2000年間ね、こうした話をですね、自分の、まあ、描いた絵の中にメッセージとして織り込んだということですね。左下の C はですね、これ、スリクスですよ。相手をじーっとにらんで、それからその相手に呪いをかけて、身動き取れないようにして、まあ、呪いをかけたり、相手を殺して食べるという、魔女中の魔女ですね。その証拠に、後ろに木が3本ずつ、3つの組が書かれてますね。9です。90というのはストリックスのゲマトリアです。
ですからこの絵に描かれているこのフクロウの猛禽類のね翼をつけた人物は一般にはガブリエルなんていうことを説明されてますけれども、ガブリエルではなくてストリックス、まあ、私はひょっとしたらこの人物はですね、イナナマリアのお母さんの、いわゆる一般には聖アンと言われている魔女だと思います。まあ、今のところまだ証拠はありませんけれどもね、しかし99本の、ね、毛が立っている、すなわち90イコールストリックスのゲマトリアで解読するとストリックスとなります。まあ、逆にストリックスを、ね、ゲマトリアで計算すると90になります。ですから3本の3つの組の毛が立っているサザンガクーですね。はい、で、ふにして調べていくんですけど、まあ、繰り返し見ますね。ちょうど今、まあ、とにかくこれ忙しいですよ。このやり方はもう、今ちょっとね、もうこりごりだ、なんてね、内心では思ってるんですけどもね、4つの絵を並べてですね、それであちこちから話を拾ってですね、皆さんに説明するということは、もう目がチラ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 しまして、いわゆる頭の中ね、混乱しますね、帰ってね。はい。まあ、要するに、この今、B の方ではですね、頭の戦いの中に花冠をかぶっている人物を紹介しています。この人物がシャマーシュエスです。で、頭の戦いの中には775027と書いてありますからね、つまりこれが27、すなわち会員だということです。右もこれも会員ですね。私たちがよく知っているあのヒゲモジャマジャのダヴィンチの若い時の顔だということです。その人物の顔とダヴィンチなんかダヴィンチが描いた絵ですよと、ミケランジェロが描いたと言われている頭の絵の戦いの中に描かれている人物の顔が一致します。つまりこれら2枚の絵もですね、ダヴィンチもミケランジェロも描いていないということになります。その上の絵画が描いたということになっていくわけです。つまりこうしてですね、こうした絵、つまりはですね、これらの、それらの人物が、画家がですよ、当時の人間の画家が描けるはずもない内容であり、描けるはずもない地点があるというところからですね、つまりこれらの絵は神が描いたということになります。つまり、こうした絵をですね、神が描いたということ、いわゆるその人間が描けるはずもない絵だということを証明しながらですね、つまり人間が描いてない、すなわち神が描いたという、まあ、帰結させていくわけですけども、同時にこうした絵がですね、神がこの現実世界に存在するという証拠、そのものになるということです。しかし最後にちょっと、ね、問題を言えばですね、じゃあそういうことが分かったからどうなんだというふうにお考えの方もいらっしゃいますよね。はい、しかし、まあ、率直に言えばね、私たちは今神を知ることによってですね、何か功徳利益あるいはね、何かこう良いことがあるということはないと思います。はい、それはない。しかしその神を知ることによってですね、道と光を私たちは手に入れることができるということですね。まあ、いわゆるまあ何かの、ね、利益、ご利益、ね、まあ、功徳などを求めてですね、つまり信仰しろということではなくてですね、神がそこにいるということを知ることによってですね、つまりその絶対的な真善美、永遠の真善美が存在することを知る、イコール私たちにとってはそれが希望になるということですね。つまりそれが、まあ、つまりは私たちがこうした事実を知ることによる、まあ、いわゆる、まあ、なんて言いますか、ご利益ってことになるのかな。いわゆる、まあ、通俗世界に送るようなものがね、お金が儲かるとかね、運がつくとかね、あるいは宝くじが当たるとか病気が治るかって、そういうことではなくてですね、神を知ることによって永遠の真善美、絶対的な真善美をその向こうにあることが知る、ことを知るわけですね。つまり、それに向かって私たちはそれを希望として、そして運命として前に進んでいくことができるということですね。神の存在を知ることによってですね、それが私たちにもできるようになるということです。そしてそのために、今ね、神の事実をですね、私たちはこうして知る必要があるということですね。でなければ、今のこの国際情勢を見るまでもなくてですね、まさにケイオス、ケイオス、ケイオス、混乱、混乱、混乱の中でね、人間が自分たちが進むべき道を見失ってしまう、あるいは見失ってしまっているということになるわけです。そうならないように、私たちは今こそ、まあ、絶対的な真善美の存在を認めてですね、それに向かって人類がどうあるべきなのか、あれはどういう運命を私たちは目指すべきなのかということを考えていく。それこそまさに神の教えであり、神を知ることの目的ということになります。まあ余計なこと言いましたけども、今日のビデオでありここで終わります。Bye for now.